間もなくね、3人とももうあの世行きだから、ことに一番私が一番最初に行くんでね、もうこう言ったらなんだけど、遺言だよね。本当に日本映画に対するね、遺言だよ。に対するね、遺言だよ。もう今テレビがあるけれども、やっぱりかつては映画であったし、今も映画だし、未来もやっぱり映画だと思うからね。映画はね、やっぱり大衆娯楽ですよ。これ芸術作品だとかなんかね、なんていうか社会性がどのっていうのに、やっぱり入場料を払って働いてたおばあちゃんがさ、その3日分の小遣いの中でその1000円の金をどういうふうに使うか、東宝の映画を見るか、松竹の映画を見るか、日活を見るか、東映を見るか、映画館の名前を行ったり来たり、看板をこう見てね、それでまあ選んで入ってくれた映画を見て、映画館を出てから、ああこれ見てよかった、それでまあ他の映画館の前に行った時も、あ、東宝のあれ見てよかったと思わせたら、それはやっぱり我々はプロの監督だと思うんだよね。それをね、なんか金払って出たおばさんが、ニコニコおばちゃんが、ああ、ここのこっちの方が良かったんじゃないかなと思って投げかせたら、プロとしては私失格だと思うからね。あくまでね、エンターテイメント、大衆娯楽だと思うよね。やっぱりね、原型はやっぱりね、ハリウッドですよね。やっぱりジョン・フォードのね、駅馬車がね、私らはもう映画の原点だと思うから、あのアクションね、黒沢さんがね、先輩の黒沢監督がやっぱり一番やっぱり憧れを持ってたのはジョン・フォードの駅馬車ですよ。だからジョン・フォードに非常に心酔しておられたからね。だから黒沢さんの作品もね、だからジョン・フォードのね、この的なアクションでやっぱり作っておられた頃の初期の作品はね、やっぱりなかなかな見事なもんだったと思うよね。だから真の侍、用心棒、椿三十郎、原点の姿三四郎なんてのはね、ジョン・フォードの作品の全くのイミテーションみたいなもんでね、それがやっぱり晩年になって世界の黒沢、名将、巨匠と言われ始めてから作られる作品は悪いけれど、もう私はこう言ってはなんだけど、もう面白くなかったな。そういう意味でやっぱり今の時代の映画は本土を外れてるんじゃないかな。みんな物欲しそうな、どっかになんか物欲しそうな、物欲しそうなね、言葉は悪いけど貧乏人根性みたいな、心の豊かさがないよ、リリシズムがないよね。監督何年生まれですか？大正9年4月の中。大正生まれなんだ。まあ僕らは昭和生まれなんですよね。でもジェネレーション同じよ、大体もうだからね。まあだから大正ね、昭和12、3年頃まではね、やっぱり私たちと同じ。でそうですよ、僕は8年ですから、だから同じだよね。私らはやっぱり日清日露という戦争のね、終わった後で日本が世界の五大大国になっておるという時代だからね。私はこの頃ね、まあ、病床に伏して昨年からもう床に入ってね、昔の軍歌をね、懐かしく軍歌集をね、こうひもといてね、目を通しているんだけど、いやー、その歌の流行った頃の時代時代が、背景が
こう全部相馬灯籠のごとくこうずっと出てきてね、周り灯籠みたいにこう出てきてね、懐かしいですの。戦争は誰なんですか。だから私はね、大学をね、学部の時にね、短縮卒業させられてね、陸軍か海軍かもう第一線の指揮官がバタバタ死ぬから、あともう海軍も陸軍も指揮官が必要だから大量にあの海軍を採用するというんで、まあ、私は陸軍 のバーバリズムは、いわゆる有軍国主義的な意味での陸軍は私大嫌いだったからね、海軍の合理主義というか武士道は良かったからね、イギリスのジェントルマンシップに日本の武士道をプラスアルファしてね、いたから人材が多かったですよ。何年に海軍入られました。19年に海軍少尉に任官してね、部下150名を連れて私は南シナのね、今中国と言っとるが南シナのアモイ島というね、島の警備隊の隊長になっていったわけですよ。その時にね、まあ中国はまあシナ兵もいたけど、シナは私は敵だと思ってなかったからね、あの時当時やっぱり敵はね、アメリカ、イギリス、米英だと思うから、米英打つべしだったからね、闘魂に燃えてましたよ。だからコンソリとアメリカの飛行機ともろに戦ってね、やられましたよ。もう甲板上シシルルたるもんでね、煙も見えずのあの歌の通りにね、シシルルたる看板をね、もう私は指揮官として。軍艦まだたくさんあったんですか。軍艦がたくさんあったんですか、海軍に入られた頃は。いっぱいありましたよ。まだ、あと大和、武蔵から随格航空母艦、空母ね、赤城ヒル、ミッドウェー作戦が終わった後だったんかな、ミッドウェーの敗戦の後だったかね。ね、予備学生で入られた。予備学生で海軍入った。予備学生で入って、まあ、配色濃厚の立山の海軍の砲術学校はね、あれが私たちの訓練場でしたよ。もうその頃のあれでしょ、予備学生ってもう死ぬために入ってるようなもんですよね。全部行って ね、僕中学生だ、1年生の時に、昭和20年1年生の時、やっぱり死ぬ訓練してましたからね。一人一冊つって銃剣術だけ、毎日銃剣術でアメリカ兵を誘うという練習。サブさん、あなた中学はどうしたか。中学は軽乗ですもん。軽乗ですから、朝鮮の軽乗ですから。軽乗中学の1年生だ。東京は東京じゃないです、引き上げ者ですよ。いや、私は昭和15年にね、行ったんだよ、朝鮮、朝鮮夏休みにね。ああ、皆さんね、旅行したんだね。留国大学のね、講演部から派遣されてね、2人でね、旅してね、大連、宝天、旅順、全部ずっと見てきたんですよね。ハルピンでね、あの頃ね、あの夜ね、北安街というのがあってね、八景路陣のね、ヌードがね、あるから見に案内されていってね、地下室の暗い部屋で、この部屋でね、こういう相反相させて、でこうなんかワインかなんか飲まされちゃってね、それがもう6人ぐらいね、全裸のね、白系の女の子がで、あーっとこう目の前こう踊って、こう興奮の極に達してね、鼻血が出てね、もう本当に困ったよ。それがハルピンの思い出ですよ。18ぐらいの時、もっと若い、18ぐらいです。その守備隊で行ってて、そこで終戦ですか。終戦です。あ、それでもう捕虜になって、ね、捕虜になって、アモイ大学という中国 あの大学があってね、そこにね、あれ相当系だろうと思うさ、南部大寺というお寺があって、有名な大きなお寺があって、その前にある大学、アモイ大学のあれに全部収容されてね、捕虜生活ですよ。一人そうしたりして、一人そうした、捕虜収容所で、捕虜収容所で、あの頃ね、まあ誰も言わなかったけど、私ははっきりその東方のプログラムピクチャーの路線をこう頭の中に今でも脳裏に焼き付いとるんだけど、国虎牧野という言葉があったんですよ。国虎牧野、
クニ、トラ、マキノ、クニ、トラ、マキノ、お分かりですか。クニはね、渡辺クニオ、ああそのクニオ、ね、それから斉藤トラジロ、さ三番目はね、牧野正弘、この三人をね、ここにこう、牧野さんも東方にいた、いわゆるいうプログラムピクチャーの巨匠を三人並べてるわけです。これでね、1月はね、渡辺邦夫、ね、ニズム鏡から始まってですね、もう364夜からイライラマがあって、あの頃ね、渡辺邦夫さんというのはね、名人でしたが、早撮りでしたから、だいたい1本ね、一番早い時で1週間で作っちゃったから、まあ、大体ね 10日か15日あれば楽に撮る人でしたからね、早撮りでしたよ。名人でしたから会社はもうホクホクですよ。それで出せば必ずヒットしてね、儲かるから、もうとにかく渡辺君よ、それが1月作品が出る。2月は斉藤寅次郎喜劇、これまたドタバタの面白い喜劇で、もうこれは館が満員。斉藤さんも早かったですね。でもね、あの渡辺さんほど早かなかったですよね。それで3番目が牧野正弘さん、これはね、あの広島の天神から始まって、あのこの女系図ね、男の花道ね、名作を次から次出して大ヒットさせていたですね。国虎牧野、1月は渡辺君よ、2月は斉藤寅次郎、3月は牧野正弘、4月は渡辺邦夫、4月はね、うん、それから5月は斉藤寅次郎、6月は牧野正弘、これで1年間ポッと組めてね、